会話がズキュンドキュンじゃなかった。ハロー、鶴巻真希ですよ。今回は淡路ワールドパークおのころに来ています。関西人なら淡路島のここら辺ってフレーズでご存知の方も多いと思います。このテーマパークはワールドパークの名前の通り、世界中の著名な建造物のミニチュアを置いた庭園が有名です。まあ A 列車で再現したらミニチュアではなくなったんですが、そこはご愛嬌ということで。さて、このテーマパークがある淡路市も作り込んでみました。淡路市の砂、地図と呼ばれるエリアとなります。海沿いは人工島が整備されており、先ほどの淡路ワールドパークおのころもその一つです。本当は4つの島があるのですが、スペースの都合で3つになりました。真ん中の島には淡路市役所付近と綱港を集約、北の島には淡路佐野運動公園を表現しています。あとは病院や学校、上司などを島側に置いてみました。ちなみに画面奥は綱一宮インターです。縮尺上これくらいの表現になりますが、いかがでしょうか。今回の動画は予告編第2弾としてマップの淡路市付近をちら見せしてみました。さあ、少しでも気になった方はチャンネル登録やいいねを押していってくださいね。ではでは、またね。